大阪市淀川区から住宅のご相談をいただき調査に伺いました。4軒長屋が徐々に取り壊されて最後に残った一つです。ただでさえ耐震性の低い建物をカットしているので地震に非常に弱い状態です。無理にリノベーションするより解体して新築する方が良さそうですね。周辺では再開発が進み高い建物に囲まれています。光や風、プライバシーの確保がテーマになりそうです。